どうも、ちーくんです。今回の動画は埼玉県こども動物園公園パート2です。前回は園内全体の紹介をしたので、今回はクオッカ、コアラをピックアップして深掘りしていきたいと思います。魅力をたっぷりお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。そして前回の動画もぜひご覧ください。ちーくん、はい、次はどこに行きますか？次はですね、オーストラリアの中にいますクオッカにね、会いに行きたいと思います。お、ついに来ましたね。はい、日本でですね、唯一ここでしかね、見ることができないので、めちゃめちゃ楽しみにしてきました。おー、楽しみです。うん、オーストラリアのね、ロットネスト島というね、ところにしかね、いないカンガルーの小さいやつになります。笑う動物としてもね、知られてますので、そういった笑顔もね、撮れたらいいなと思ってます。では、行きましょうか。行きましょう。どうぞどうぞ。では早速クオッカを深掘りしていきたいと思います。クオッカはとても小さいですが、カンガルーの仲間で有袋類です。クオッカが見えるのは日本ではここ埼玉県こども動物自然公園だけなんです。日本でここでしか見られないってすごいですね。貴重な動物なんですね。ちーくん、クオッカについていろいろ教えてください。はい、任せてください。クオッカは西オーストラリア州の人口がとても少ないロットネスト島というところで暮らしています。海がとっても綺麗ですね。うん、本当ですね。この島は車も走っておらず、天敵になる動物もいないので、警戒心がなく人に近づいてきてくれます。とっても人懐っこいです。人口が300人に対してクオッカは約1万2000匹いるんです。え、そんなにいるんですか？人よりはるかに多いんですね。そうなんですよね。そしてクオッカは口角がキュッと上がっていて、笑っているように見えるため、世界で最も幸せな動物と呼ばれています。本当に笑ってるみたいですね。見ているだけで幸せな気分になります。しかもね、とても賢い動物で、芸を覚えたりジェスチャーを覚えたり、簡単な合図を覚えたりできるそうですよ。え、そんなことができるんですか？すごい、本当に賢いんですね。正面から見ても可愛いですが、ご飯を食べている横姿も可愛いですね。ちょんってなっているこの手が可愛いです。体長は約40から50センチで、体重は約 2.5 から 5kg です。草食動物でどんな葉っぱでも好んで食べるそうですが、特にニアウリという葉っぱが好きなんだそうです。走る速度は速い時で約時速 20km で、カンガルーみたいにぴょんぴょんと飛び跳ねます。基本は鳴かないみたいですが、驚いた時や逃げ場を失った時にキャッと叫ぶことがあるそうですキャッと叫ぶんですか？人間みたいで可愛いですね。そしてこのキョロキョロしてる姿可愛いですよね。いや、そうですね。ロットネスト島に行ったら約1万匹もいるんですよね。そうなんですよ。しかも人懐っこくて、向こうから近づいてきてくれるんですよね。いや、そうです、最高ですよね。ただこのロットネスト島のクオッカも、この動物園のクオッカも、触ったりご飯をあげたりしてはいけないので、そこを我慢するのが大変です。ロットネスト島では触ると罰金が課されてしまいます。あー、それは苦しい。こんな可愛い子が近づいてきたら、ついつい触っちゃいそうですよね。いつかロットネスト島へ行って、野生のクオッカを見に行きましょう。そうですね、行ってみたいですね。よし、では次の動物へ行きましょうか。はい、行きましょう。次はコアラです。コアラの主食である毒のあるユーカリの葉が配られていました。触っても平気なんですね。そうみたいですね。ちーくん、ユーカリの葉っぱどうですか？そうですね、香りがかなり強いですね。どんな香りですか、例えると？ハーブみたいな。ハーブみたいな香り、ね、毒あるんだよね、これが。それをコアラは一生懸命食べて、ね、寝ながら消化する。食べてみてください。食べてみてください。いや、毒あるんだよもらいましたら寝て消化したらいいんじゃないですか12時間寝る必要がある。違うな、16時間ぐらいか。16時間ぐらいですか。寝る必要がある。じゃ、そんなコアラ見に行きましょうか。はい、行きましょう。お、いました、いました。ご飯タイムですね。寝ていなくてよかったです。ちーくん、
コアラは毒のあるユーカリの葉を消化するために1日18から20時間寝るというのは以前の動画でも勉強しましたが、他にも何か豆知識があったら教えてください。そうですね、コアラについていろいろ調べたのですが、コアラは毒のあるユーカリの葉を毎日最大 1kg も食べる大食いなんです。それだけでも驚きなんですが、大食いなのに実は好き嫌いが激しいんです。ユーカリにも700以上の種類があって、その中でもコアラが食べるのは50種足らずなんです。そしてその食べる葉にもこだわりがあって、高い木の上の方にある葉ほどみずみずしく含まれている栄養分が多いことをよく知っているので、その部分の葉っぱを好んで食べます。そんなこだわりがあるんですね。大食いなのに好き嫌いが激しいんですね。そうなんです。そして一日のほとんどをユーカリの木の上で過ごし、ユーカリの葉をたくさん食べて過ごしているので、コアラの体臭、そしてうんちの匂いもユーカリの匂いがするそうなんです。うんちまで。うんちがハーブみたいな匂いがするってことですよね。それは面白いですね。機会があれば匂ってみたいですね。そうですね、そんな機会があるといいですね。そしていつかオーストラリアにコアラも抱っこしに行ってみたいですね。行きたいですね。素敵な動画を撮って皆さんにお届けしたいですね。そうですね、いつか行きましょう。では今回の動画はここまでです。皆さんいかがだったでしょうか。楽しんでくれましたか。次回も埼玉県こども動物自然公園の動物たちを深掘りしていきたいと思います。どんな動物が出てくるでしょうか。楽しみにしていてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。